おはようございます。ここはですね、JR 西日本滋賀県の JR 琵琶湖線安江駅に来ております。まあ、正式名称東海道本線の安江駅ですね。今からですね、海外ヨーロッパの方に行くんですけども、まあ、今回はね、国際線の動画ではありません。今回出発地が日本の大阪関西国際空港ということで、今から関空に向かいます。で、普段ですね、関空に行くときは、まあ、特急列車はるか号とかを使って移動するんですが、基本的に JR の関空特急はるかっていうのは京都発着で運行されてます。京都と関西空港の間を1時間半弱で結ぶんですが、1日2本だけですね、京都からさらに足を伸ばしてこの滋賀県安駅を始発とする関空特急はるか号っていうのがあるんですよね。で、朝に2本、関空特急はるか9号とはるか11号が安駅始発で運転されるはるか号です。で、夜の時間帯ですね、関西空港発安駅のはるか号っていうのも2本だけ設定されています。まあ、基本的に京都発着で運行されるはるか号の今回は安駅始発、まあ、滋賀県から関西空港までですね、乗り換えなしで行くことができる関空特急に乗車します。はい、ということで今ね、停車駅の案内があったんですが、途中京都までは新快速と全く一緒ですね。で、京都を出ると新大阪、大阪、天王寺、天王寺からは阪和線に入り関西空港を目指すといったような感じで運行されます。でですね、関空特急はるか号は9両で運行されるんですね。グリーン車1両、普通車8両の合計9両なんですけども、本日ですね、普通車ほとんど窓側埋まってました。なのでちょっと今回ね、はるか号グリーン車利用してね、関西空港に向かいます。お待たせいたしました。おはようございます。特急はるか号をご利用のお客様に乗り場のご案内をいたします。7時15分発特急はるか9号関西空港行きは2番乗り場から発車いたします。7時15分発特急はるか9号関西空港行きは2番乗り場から発車いたします。はるか号をご利用のお客様、乗り場は1番乗り場ではございません。お気をつけください。前の3両が271系、後ろ6両が281系です。グリーン車は一番後ろ1号車です。271系の方はね、全車普通車なんですけども、コンセントが全ての席についてます。対しまして281系普通車、グリーン車含めコンセントはありません。なので設備だけで見るとね、グリーン車よりも普通車271系側の方がいいんですけども、ちょっと今回ですね、普通車の窓側取れなかったんで、あのグリーン車をね利用します。この安駅から関空特急はるかに乗るのは初めてなんで、ちょっと違和感もすごいですね。で、おそらくなんですけども、まあ、もちろんですね、滋賀県内から関西空港まで乗り換えなしでアクセスできるっていうのも、まあ、長所ではあるんですけども、単純にですね、まあ、滋賀県だったり京都から大阪方面への通勤通学でこのはるか号を乗る方も結構多いと思うんですよね。まあ、途中京都までは新快速と停車駅変わらないですし、 E500 のチケットレスとか使うとね、かなり安く特急列車利用することができます。朝の時間帯、新快速とかかなり混んでますから、まあ、そういった、ね、混雑を避けるために大阪駅までとかね、はるかで行くって方も結構多いんじゃないかな。なんかむしろそっちの需要の方がでかい気がします。っていうのもね、天王寺から先関西空港まではハルカ号普通車も結構ガラガラなんですよ。大阪天王寺までがね、かなり混むんですよね。まあ、今回はグリーン車久しぶりですね、281系の利用して関西空港まで2時間ぐらいかけていきます。まあ、特に側面の表示とかはね、通常のはるかと全く一緒なんで変わらないですね。2年ぐらい前もですね、安駅始発ではなくて米原発着で1日2本はるか設定されてたんですけども、安と米原の間の運行っていうのは廃止されました。普通車はですね、かなり安く乗れるんですけども、グリーン車は基本的に正規運賃しかないので今のところ貸し切りです。おそらくこの先京都からはね、乗ってくるはずなんであれなんですけども、普通車の方はね、さっきも言いましたけども、窓側はほぼ全て埋まってました。すごいよね。はい、久しぶりの281系グリーン車ですが、こんな感じ。普通車2プラス2のシートに対してグリーンは2プラス1、3列配置になってます。まあ、JR 西日本結構半室グリーンが多いんですけども、2パー1系に関してはね、全室タイプのグリーンですね。すごい座席の見た目はね、めちゃくちゃ豪華なんですけども、残念ながらね、コンセントに関してはね、ついていません。それが281系です。早くね、271系のグリーン車付きの6両編成が誕生してほしいですね。
7時15分になりました。滋賀県の野生駅を出発です。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。関空特急はるか9号関西空港行きです。列車は9号車を先頭に9両で運転をしています。前から9号車、8号車、7号車の順で一番後ろが1号車です。自由席は中ほどの5号車、6号車、7号車です。グリーン車は一番後ろ1号車です。6号車と7号車の間には通路がございません。車内からお移りいただけませんのでお気をつけください。全車両とも禁煙です。ご協力をお願いいたします。自動販売機の設備、車内販売の営業はございませんので明日から随時ご了承ください。大村駅の到着時刻をご案内いたします。京都には7時46分、新大阪8時15分、大阪8時21分、天王寺8時38分、終点関西空港は9時13分の到着です。携帯電話、スマートフォンのご使用についてお願いいたします。車内では荒川津田津、石山、高津、山下、京都の順に停車いたします。野生駅発着のはるか号は1日2往復設定されているんですが、朝に1本だけですね。はるか3号に関してはね、草津駅始発でも運転されてます。ただ関西空港発草津行きのはるか号はないんですよね。なので京都からさらに滋賀県側に走るはるか号というのは関西空港行きが3本で、草津発が1本で安発が2本、まあ、合計5本かあるということになりますね。安を出発して10分も経たないですね。列車は草津に到着します。草津から先、新大阪までは福福線区間になります。東海道本線、この草津から、ね、西明石まで日本最長の福福線区間ですね。はるか号はもちろん外側線を走ります。この車両結構古いからね、停車するときとかは少し衝撃がありますね。てか久しぶりに乗ったんだけども、そうそう、はるかのフットレストってこんな感じなんですよ。バーなんですよ。このタイプあんまないっすよね、グリーン車で。まあ、グリーン車だとね、割としっかりとしたフットレストが多いと思うんですけども、はるかは結構簡易的な感じのフットレストになってますね。まあ別にね、全然いいんですけども。特急はるか9号関西空港行きです。自由席は5号車、6号車、7号車です。グリーン車は1号車です。特急列車です。ご乗車には乗車券の他に別料金の特急券が必要です。草津駅では2分間停車時間がありました。隣に止まっているの普通、姫路方面、網走って書いてますが、おそらく高槻、もしくは京都からね、快速に乗られる列車ですね。草津線からあれかな、東海道線に直通していく、結構珍しいタイプの列車だと思います。あっちのホームに泊まってたんでね。まあ今日平日なんで、朝はね不規則な感じでダイヤ組まれてるんで、普段なかなか見れないようなね、行き先種別の列車も見れますよ。ご乗車ありがとうございます。関空特急はるか9号関西空港行きです。自由席は中ほど5号車、6号車、7号車です。6号車と7号車の間にはございません。車内からお移りいただけませんのでお気をつけください。
特急列車です。ご乗車には乗車券のほかに別料金の特急券が必要です。次は南草津、南草津です。南草津の次は西山に停まります。列車は滋賀県の県庁大津を出発、大津を出ると山科、そして京都の順に停車です。グリーン車未だに貸し切り、多分京都からはね乗ってくるんじゃないかな。ちょうどね1ヶ月ぐらい前に春加護敦賀延伸の話とかっていうのがね出てたりしてたんですけども、個人的には猛反対ですね。空港特急っていうのはやっぱり、まあ時間っていうのが非常に大事なわけですよ。定時運行っていうのが大事なんで、無駄にね運行距離伸ばしすぎるっていうのはね結構リスキーなんですよね。っていうのも、まあ、敦賀延伸にすると湖西線を通ることになるわけですけども、湖西線風に弱くてしょっちゅう止まりますからね。湖西線の線路が合流してきます。列車まもなく山科、さっきの話の続きですけども、湖西線しょっちゅう風で止まるじゃないですか。でそんなところをね時間に結構シビアにならないといけない空港特急が通るっていうのはやっぱすごいリスク高いことなんですよ。でインバウンドの方がね北陸へのアクセスを便利にするためにみたいなこともね挙げられてましたけども、自分がね海外旅行する立場になればわかるけども、初めて行く国とかでいきなりね大都市を飛ばして観光地に行くってことはまずしないと思うんですよ。何が言いたいかというと、関空に着いたインバウンドの方が大阪と京都をすっ飛ばしてそのままいきなり北陸に行くなんてことはまず考えられません。自分がね海外旅行する立場になればねそれってすぐ分かると思うんですけどもね、何度も何度も日本に来てたとしてもね、やっぱ大阪京都を無視していきなり北陸へのアクセスっていうのはダイレクトに行くっていうのは考えられないでしょう。っていうのもあるし、何よりもねやっぱ湖西線の脆弱さですよね。で湖西線が遅れたことによって京都や大阪から春加護に乗る予定だった人も列車が来ないみたいなことも起こり得るわけで、そういった状態になって混乱するっていうのがもう目に見えるじゃないですか。なので僕はですね春加護っていうのは今の状態でもう絶対いいと思います。敦賀延伸は猛反対です。関西空港から敦賀まで延伸すると多分全区間乗り通すと3時間とかなりますからね。ということでそんなこと言ってると列車山科に着きました。山科を出るともう次は京都ですね。というわけで列車はですね間もなく京都に到着します。で京都駅関空特急はるか専用ホームっていうのがね30番線であるんですけども、この列車に関しては安からやってきた列車ということで30番線には着けません。7番線に着くのかな。本来関空特急のはるか専用ホームっていうのがねずっと奥の方にあるんですけども今見えないですね。7番線にはるかで入るの初めてなんですごい違和感だな。やっぱ乗ってきますね。京都からは関西空港に行くっていう方の需要が通常通りあるんで、そういったお客さんで一気に混むと思います。京都駅での停車時間わずか、直ちに出発です。後続のサンダーバード2号遅れてるみたいですね。こっから自動放送か。
ちょうど今新快速がいます。あ、普通も来たな。これの奥がね、はるか号専用の30番線ですね。あそこです。で、普段はるか号っていうのは京都駅を出ると、まあ、しばらくですね、はるか専用の線路、単線の上を走行するんですよね。で、まあ、この先で東海道線の福福線に合流って形になるんですけども、まあ、このね、はるか7号に、はるか9号かに関してはね、もういきなり東海道本線の福福線を走行します。ありがとうございます。各特急はるか9号関西急行行きです。自由席は中ほど5号車、6号車、7号車です。6号車と7号車の間に通路がございません。車内からお移りいただけませんのでお気を付けください。到着時刻をご案内いたします。今ね、こちら4本の線路分かりますかね。今このはるかが走ってる線路と3本線路がありますよね。その奥にちょっと見えないですけども、はるか号が走る単線の線路が用意されてるんですよね。で、しばらく貨物線を走行して、で、この後ね、東海道線に入るって形です。通常のはるか号はね、あ、見えた、ここね、この柵と柵の間の1本の線路です。はるか号だったり、あと紀南新宮行きのウエストエクスプレス銀河とかもね、そこを通ります。ちょうど通常のはるか号はこの上のね、高架を通り上り線をまたいで、この桂川のところでですね、ちょっと見にくいですけども、今向こうからまた合流してくると思いますが、こちらの線路を通ります。で、ここでようやくね、東海道本線に合流という形ですね。まあ、それが通常のはるか号の運転方法です。見ました、今の281系プラス281系だったんですけども、前の6両白はるかでしたね。最近ね、1編成白はるか復活したみたいです。何が言いたいかというと、今まで全てのはるか号ハローキティラッピングしていたんですけども、ノーマルの白多いはるか号がね、復活したんですよ、1編成だけね。もう個人的にはるか号あのカラーの方が好きなんで、まあ、キティちゃんもね可愛いんですけども、もうずっとこのカラーでね飽きましたよね。運が良ければ白はるか乗れますよ。福福線の内側線を走る快速列車をぶち抜いてます。やっぱ優等列車を追い抜くのってなかなか気持ちいいですよね。で、快速を抜くともうすぐに高槻、はるか号もね、一部高槻には止まるんですが、この安始発のはるか9号に関しては高槻は通過します。もうすぐ目の前にはですね、新快速が走ってるんで、まあ、そんなにねスピード出して走ることはできません。うわ、すごいな、めちゃくちゃ混んでるホーム上。列車はただいま茨城駅を通過しています。快速列車も停車する茨城、新快速特急はすべて通過。で、茨城を通過するとですね、まあ、京都からというか草津からですね、ずっと走ってきた福福線なんですが、はるか号はここで本線を離脱します。まあ、新大阪駅ではですね、東海道線ホームには到着せずですね、大阪環状連絡線方面のホームに入るということで、福福線をね、ここで抜けないといけないんですよね。なのでスピードもだいぶ落ちてきまして、もうそろそろ転線します。
はい、今福福線を抜けました。で、これ上から合流してくるのが貨物線なんですけども、この貨物線と同様ですね、はるか号に関してもここから先は貨物線に入り新大阪を目指します。東海道本線の福福線をまたぎます。まあ、本線もね、貨物線もどちらも並行して走るんで、まあ、景色はそんな変わらないですけどもね。次は大阪に止まります。ちょうど大阪東線の線路がね、合流してきました。 JR 神戸線、大阪東線、地下鉄線は乗り換えです。関空特急はるか9号をご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物なさいませんようお気をつけください。JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は関空特急はるか9号関西空港行きです。止まります駅は大阪天王寺です。自由席は5号車6号車7号車です。車内は全車禁煙となっております。お手洗いは1号車3号車4号車安駅を出発して1時間経ちました。列車は大阪駅に到着。はるか号は黒潮号とかと同じ大阪駅の地下ホームに入線します。この駅名標看板も大阪環状線のカラーになってますね。大阪駅を出発した関空特急はるか号、地下から地上に上がり大阪環状線の線路と合流します。すでに合流してるかな。奥の2本が大阪環状線の線路ですね。今線路3本並びます。環状線の2本の線路とはるか号が走る1本の単線です。この先の西九条ではるか号もね、環状線の線路に入ります。大阪環状線外回りの線路をまたいでね、環状線内回り線に入りました。奥に221系の回送が止まってますね。で、そのまま西九条通過です。お、ユニバ行きの列車と並走してますね。こっちサンリオラッピングしてますからね。めちゃくちゃ混んでんな。さすがこの時期、みんな楽しんでこいよ。いいなユニバ、久しぶりに行きたいですね。羨ましい。まあいいや、僕は今からヨーロッパ行きますからね。クソしょうもないマウントです。ご乗車ありがとうございました。まもなく天王寺です。
お出口は右側15番乗り場に着きます。天王寺を出ますと次は終点関西空港です。浜仙台途中の駅には止まりませんのでお気をつけください。大和路線、阪和線、環状線、近鉄線、地下鉄線、阪海線は乗り換えです。関空特急はるか9号をご利用くださいましてありがとうございました。車内にお忘れ物なさいませんようお気をつけください。安尾出発して1時間20分ですね。トントン拍子に進んできましたが、列車まもなく天王寺に到着です。夕方の時間帯の遥か号に関しては関西空港行き途中泉府中だったりひねのに止まるんですね。それは帰宅するお客さんのねホームライナー的な役割も担ってるんですけども、この朝の時間帯関西空港行きは泉府中ひねのは通過します。逆にですね、関西空港発大阪京都方面の遥かはね、朝の時間帯ひねのと泉府中に停車して通勤の需要っていうのを拾います。この関空特急遥か号、空港へのね輸送以外にも、通勤だったり帰宅の時のホームライナー的な役割も担ってるんですよね。というわけで天王寺に到着しました。天王寺駅では2分間停車していました。奥には京都行きの遥か号も到着していますね。大阪環状線を抜けて阪和線に入ります。これ下の線路は大和路線ですね。奈良方面の線路です。おお、カーブで先頭の車両が見えますね。ちょうど近鉄南大阪線の電車が見えます。今自由席の人がグリーン車乗ってるみたいですね。車掌さんが説明してます。大変ですね。あ、ちなみにグリーン車は僕以外全員海外の方です。はい。阪和線をかなりねいいスピードで走ってきた関空特急遥か号、ただいまひねの駅を通過しています。ひねの駅で先行の関空快速を追い抜き、ひねのからは関西空港線に入ります。おひねの通過するとね、あと臨空タウンを残すのみですね。臨空タウンも関空特急は通過です。関西空港線を爆走する関空特急はるか号、まもなく臨空タウン駅を通過するんですが、臨空タウンを通過する直前でですね、奥から線路がこちらの方に近づいてきてますが、あれ南海電鉄の線路ですね。南海空港線が合流してきます。で、臨空タウンから関西空港に関しては JR の線路でも南海の線路でもないはず。第三者がね線路を所有していて、JR と南海はね同じ線路の上を走ります。南海と JR が複数線になるとかではなくて全く同じ線路を走るんですよね。
南海と JR はどちらも線路幅が同じだからできることです。ちょうど合流してきました、南海の線路。ただいま臨空タウン駅を通過。ちょうど反対側にはラピートがいましたね。ラピートと JR の関空快速が並んでました。 JR の特急はね、臨空タウン通過するんですけども、南海のラピートは臨空タウンに停車します。列車は終点の関西空港に到着します。関西空港駅は2面4線の駅となっていて、1番2番が南海、3番4番が JR を使っています。改札はね、南海と JR で別ですね。というわけで、滋賀県の野生駅を出発して2時間、終点の関西空港に到着しました。左に止まっているのは南海電鉄の特急ラピート。ラピートを使うと難波にアクセスすることができます。まあ、こう見るとやっぱラピートめちゃくちゃいかついですよね。はるかの方が可愛く見えます。まあ、キティちゃんラッピングだから余計にですけどもね。はい、というわけで本日はですね、滋賀県の安から乗り換えなしで関西空港までアクセスできる関空特急はるか9号を乗ってきましたけども、まあっという間の2時間で非常に快適でしたね。動画の冒頭でも言いましたけども、結構通勤でね、大阪方面に行かれるって方が利用してるイメージが強かったですね。やっぱりでもね、まあ普通に京都とか大阪、新大阪、天王寺からは関西空港に来るっていう人もね、かなり多く利用してるんで、まあ、通勤客とあとは旅行客がどっちもなんか入り混じってる、まあ、そんな感じの列車だなというふうに思いました。まあ、1日2本だけ設定されている安発着の関空特急、まあ、非常に便利ですよね。まあ、夜の時間帯はね、関西空港初安行きが2本設定されているんで、まあ、この列車はね、来年のダイヤ改正でも残りますし、まあ、今後も設定され続けるとは思うのでね、まあ、ぜひ興味ある方はね、琵琶湖線の直通の関空特急乗ってみてください。はい、というわけでですね、本日はこの辺で動画終わりたいと思います。今からですね、僕はヨーロッパ行くんで、次回からヨーロッパ編の動画がね、始まると思います。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。